来月5日に控えるシーズン開幕を前に大崎八幡宮で必勝祈願を行いました。クラブ創設20周年を迎えた仙台 89ers。 今日は選手やスタッフ46人で大崎八幡宮を訪れました。本殿ではキャプテンの青木康則選手が神前に玉串を捧げ、新しいシーズンの必勝を祈願しました。そして今シーズンからチームを率いる落合義郎ヘッドコーチは絵馬に一蓮托生と記しました。このメンバーは多分家族よりも長い時間をあのシーズン過ごすことになるので、目標をしっかりあの一緒にあのやっていくことっていうのを願いをかけて、あのこの言葉を毎回書いています。必勝祈願を終えた後は仙台市中心部の商店街で選手や志村社長が直接ポスターを配り PR 活動を行いました。仙台 89ers は来月5日開幕戦に臨みます。 KHB では6日の開幕第2戦を実況生中継でお伝えします。